後に各球団がインコース結構使い出してからかなり苦労してたんで。ピッチャー返し抜けていくセンター前です。ワンボールツーストライクから渡来打っていきました。復帰してこれで3試合連続安打です。今のもそうですけど、ワンストライク、ね、ツーボールでストライク取っていってるっていうのもあるんですけど、はい、アウトコースのあのメイクと今みたいなアジャストで、ね、しっかりしてくるんで、ボール先行でもやっぱインコースにない。インコースの変化球をセカンドオーバーだ。ライトの前に運ぶ。梶原三塁回る。中継カットして投げられません。2点目のホームイン。渡来今日2安打タイムリーヒット。渡来3試合連続安打に3試合連続打点。復帰後3試合で結果を出し続けています。西野打たれました。成瀬とかも交流戦から一気にこうやって行きましたしね。ここをセンターの前に運んで、なんと渡来3打数3安打。5月の5日以来の猛打賞。いやー、きっちりここも捉えました。ちょっとストレート系だったから挟んでるんですか。しかし同じように同じように打たれちゃダメなんですよ。もうちょっと低め投げるとかね、ちょっと意識が足りないですよね。ちょっと佐々木さんがその反則球うまいというところで打たれているボールが全部それっぽい球速ですね。この渡辺がね、3本打ったのは本当に素晴らしいし。